東大生ママとフリーターママの笑顔で子育て、笑顔こそチャンネル。東大生ママののっこです。フリーターママの友です。このチャンネルでは、はい、みんなで笑顔で子育てしていけるようにさまざまな情報をお届けしています。はい、今回のテーマは何でいきましょうか。はい、笑顔で子育てっていうことでね、やっぱり子育て中ってね、はい、笑顔よりもしかしたらプンプン顔のね、はい、ことの方が多いかもしれないので、うん、ちょっと最近ね、駅で怒ってるお母さん見かけることが多くて、うん、あ、早歩きなさいとかね、いるいる、帰るよとか言っていやーって怒ってるお母さんいるから、はい、うん、いますね、いますね。その状態ではなかなか笑顔になれないじゃないですか、うん、そうね、誰も怒りたくてね、もうお母さんね、なんで怒ってると思ってんのとか、お母さんこんな怒りたくないのよって言ってるから、うん、怒らんで済むようにね、どうやったら、ね、うん、怒らんでいいのかなーって、どうやったら笑顔でみんなが子育てできるのかなーって、その怒るっていうことに続いてちょっとね、うん、まあ、ありふれてるけどね、この怒るっていうことについてのその子育てアドバイスっていうのは ね怒るとか叱るとかね、サポートしてるのでね、怒る VS 叱るなんていう本もね、もういっぱい出てるから、別に私らが語らんでいいねんけど、うん、そう、みんな頭では分かってんのよ、怒ったらダメってね。そう、でもついついその時の感情でね、イライラーとしたら、特に女の人はね、うん、感情のコントロールしにくいから、男の人とかはね、うん、キーッとなってギャーッと言っちゃうっていうね、はい、そして言い過ぎた反省みたいなことってあるよね、ごめんねみたいな、ね、しょうがないよね、感情のコントロールができればいいんだけどもさ、うん、まあいろんなムードの時があるからママも、うんうん、まあ基本ハッピーでいればね、うん、イライラしてギャー言うことも少ないんだろうけど、うん、でもやっぱり子育てっていうのは、まあストレスのナンバーワンだよね、ママたちのね、うんうん、っていうのはコントロールできないからなんだよね、自分の思うようにならないから、子育てっていうのは一番ストレスがかかる、うん、そうやね、思い通りにならない、うん、思い通りに、もう思い通りになるっていうね、こと自体もスタート、手放そう、うん、そうね、思い通りにはなりません、子供は。子供を怒るときって、やっぱり子供が、静かにするべきところで、騒ぐとか、うん、そうだね、だから静かにしてくれへんとか、そうそうそう、こぼす、そうね、怒るべき、怒るべきことちゃうけどね、だから綺麗に、綺麗に食べないとか、それ自分がね、うん、困るからね、早押してくれへん時に、うん、遅いとか、そう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 、やっぱり思ってることと逆の現象が現れると、うん、なぜか怒っちゃうっていうことよね、うん、だって食べこぼされたら自分がね、迷惑だ、お掃除しないといけないし、早くしてくれないと、何か催し事に遅刻するかもしれないし、うん、ね、そういうことだよね、面白いで、レストランでこぼしててもあんま怒れへんけど、家でたらボロクソ怒られるからね、うん、そうなのよね、もうだからさ、でそんなこと言ってもしょうがないのにね、うん、めっちゃ怒ってしまうよね、すごいよく怒ってたな、うん、バーン、ほら見た、こぼしたみたいな、だから気をつけろって言ったじゃないかみたいなね、よくあるよねほらもうまたっていうね、うん、吹きながら ねそういう時あるよね、うん、ほんでそのこぼしたことだけ言えばいいのに、あんたはもう何回も何回もって言って、それプラスすごいことがね、こう、うん、雪だるま式に出てくるよね、うんうん、呪いの言葉が ねそのところであるよね、うん、まあ本当はね、そこちょっと深呼吸してね、うん、まあ怒らずにね、うん、諭す方でさ、叱る方でさ、じゃあどうしてこうなっちゃったのかなというね、うん、っていうところで、そうやけど、なかなかどうしてこぼしちゃったのかなとか、どうしてねえ急げないのかなとか、そんなの悠長に言ってられへんよ。そうね、ね、じゃあ今度からどうしたらいいかなとか、まあ、それ理想法でね、うん、まあ、なんかそういうはいかないけれども、うん、まあ、怒ったところで自分のエネルギーもさ、もう無駄やしさ、もうお互いもいいことなしじゃない、あんまり。怒った後しんどい、怒る、うん、で怒りっていう感情っていうのは人間の中で一番エネルギー使うからね、うん、だからハッピーなことに使いたいよね。怒りでエネルギーね、消耗したくないよね。ああ、嫌だね。嫌、うん、だね、うん。だからどうしてもさ、思い通りにいかないってなると、うん、弱いものに人間っていうのは当たっていくっていうね。
うん、なんかこう外で嫌なことがあったら家にいる子供とかね、うん、奥さんとかにね、その弱いところストレスのはけ口でバーッとね言ってあるわね、受けた時の人その人もストレスだっていうね、うん、そんな悪循環の時ってあると思うよ、それぞれの家庭でね、うんうんうん、反省するけどね、うんうん、そういうことはよくある、うんうん、だけど、まあ、基本的にはまあ冷静に諭してあげるというか、うん、どうして良くないのか理由を説明してあげて、うん、じゃあどう思うってどうしたらいいと思うっていう、うん、まあ、それこそさものすごい早くとかさ、そんな状態じゃなければ、うん、いやなんでこうなったんだろうねって、これで良かったと思うって、じゃあ次からどうしなければこれ起こらないかなっていうことを本当は、まあ、冷静に話せるような題材であれば、うん、じゃあそれで自分で良かったと思ってるって、うん、じゃあどうしたら良かったかなっていうことは、うんうんうん、遅刻にしても、何にしてもさ、それはやっぱ話し合うっていうか、怒るよりも、うんうん、諭していくっていうね、うんうんうん、それはどうなんだろうっていう、それが本当はいいんじゃないの、うん、例えば勉強しなさいとかにしてもさ、じゃあなんでできないんだろうとかさ、ゲームにしてもさ、じゃあなんでやめられないんだろうって、やっぱりそこを話し合いだよね、おそらくはね、うんうんうん、冷静に、諭すというか、叱るというか、なんでかっていうよりさ、DS 割っちゃったとかって結構あるもんね、もうお母さん怒りくりってね、だからそれはさお金の無駄にもなるし、その DS もかわいそうやし、うん、もう結局ね、それって全くエネルギー的には無駄なことになって、お金もね、物になるから、うん、まあ、本当そうしたい気持ちはわかるけど、それちょっとグッと、やっぱり一呼吸、グッとこらえて、うん、そこはお母さんっていうか、私たち女子の修行やと思うけども、うん、やっぱり、こういうのってもう修行やね、子育ての修行。人間関係はさ、修行だからさ、そういうところで感情をコントロールする修行をさせてもらってるから、うん、あ、また来た、修行来たと。ちょっと待てよと、ここでまた、ちょっと冷静になろう、5を数えようとかさ、うん、まあ、ちょっと、まあ、ガーッとなってるのは、本当は冷静に冷静に、まあ、感情をコントロールしていければいいよね。うんうん、それはベターやと思う。で、話し合いの言ったら、なんでかなっていうことで、うん、もう頭ごなしに叱られても、何叱られてるか、怒られてるか、お子さん分かんなかったりするから、何が良くなかったのか、お母さんはこう思うと。だけど、あなたはどう思うって、それやってて良かったと思うって、いいのかな、それって。っていうところで自分自己反省させるっていうところじゃないと、何も改善せんで、なん、またいつもっていうのは、ちゃんとそこが、分かってないからだよね。それはなんで良くなかったかなっていうことを自ら、うん、それは良くなかったって思う、うん、ような風に諭すというか持っていけばいいんじゃないの。うちはそうしてたかな、うん、比較的私は、うんうんうん、ギャーって怒ることもあるけれども、うん、それってさどう思う？それ良かったんかな、うん、それ自分でやってみたいな、もうすごい怖い怒り方してたね、だから逆にギャーっていう、うん、もうそれさどうかなって、それで良かったと思うって、うん、ママが言ってること間違ってるかな、何か、おお、怖い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 、うん、子供たちはいや間違ってませんと結構、うん、脅しやな、脅しやね、これどうかなって、うん、ママはこう思うけどな、どうだろうね、うんうんうん、これやって良かったんかな、うん、いや良くなかったと思います的なさ、うんうん、そういう理由とかなんでとかっていうのはや、うん、よく言ってたかな、うんうん、いや切れる時はね、まあ早くとか言ってたけど、うんうん、まあ理由とか見つけお互いに話し合うことができればベターだよね、うん、まあ、そうやね、いや、そんなわかるよ、うん、だけどあんまりさ呪いの言葉もさ、もうその子にさずっと影響を及ぼすじゃん、大人になるまで。そうね、言ってる人にも影響与えるからね、自分にもね影響あるし、うん、ぐさぐさ言葉でさナイフでぶっ刺してるようなもんやからさ、うん、やっぱ言葉気をつけた方がいいよね、感情もわかるけどさ、うん、もう本当にこの間コンビニの前でも恐ろしい言葉聞いたからね、ちっちゃい子にね、もうてめえ早くしろよこの野郎、お母さんがいて、もう私悲しくなっちゃってね、もうね、聞いてる人まで辛いっていうね、ね、
てめえこの野郎ってすごいね。そうか、相当ね、お母さんもストレス溜まってんねやろうね、うん、まあでもね、なるべくね、自分のためにもね、周りのためにも、うんうんうん、あ、そう言いたくなる気持ちはわかるけれどもさ、本当やね、やっぱりそういうことを聞いてたらさ、人にも言っていいっていう価値観になっちゃうよね。そのちっちゃい子もやっぱり腹立ったら他の子に言うやろうね、うん、お母さんにも言うようになるよきっとね、そうなっちゃうからね、言葉大事やけどね、うん、まあありきたりやけどね、なるべく、そうね、まあほんと、うん、そもそもそんなに怒るべきことなのかっていうこと、うん、ね、うん、ほんでまあ、うん、それはそうそう怒ること、うん、ダメですダメですっていう時であれば、うん、なんでね、ダメなのか、うん、でどうしてそうしちゃったのかっていうことを落ち着いて、うん、まあ話していこうっていうね、ことよね。まあ冷静である方がいいよね、うんうん、お父さんの方がね、お母さんよりかはね冷静にね、お子さんたちとそういう接し方する人の方が多いと思うんだ、うんうん、お父さんもギャーなる人いるけど、お母さんの方がギャーとなって、うん、まあ、どちらかというとね、どちらかというと傾向としてね、うんうん、だから私たち女子はね、いろんな気分によって、自分がねハッピーだったらね、でもねやっぱりね、 そこはねイライラもね少ないからね、うん、寛大になれると思うよ。だってなんかちょっとゴージャスなランチ食べて帰った後、なんかちょっと子供に優しくできそうって思うもんね。そう満たされてないとダメなのよね、ママが。だからもうそういうこと、もうそこに尽きるけどさ、うん、お母さんがまずハッピーでいようっていうね、うん、うん、そこが一番なんだろうね、余裕を持ってね、うん、行きたいところ、うん、まあこれはみんなも分かってると思うけれども、はい、というテーマやったね、うん、なるべく怒らんとね。いや私も絶対嫌や、嫌よ、ね、うん、自分がそんな風にされても嫌じゃない。嫌 だ自分がそんなさ、てめえこの野郎言われたらさ悲しいからね。やっぱりさ冷静にね、うん、言ってもらった方が助かるからさ、うん、っていうことはですね、はい、そうね、子供やし知らず知らずにしちゃったってこともあるやろうからね、わざとじゃなかったり、うんうん、わざとじゃなかったり、だからなんでこうなったんって言ってもらった方が、そう、うん、やっぱりね、もう子供も未熟だけどさ、親も私たちも未熟だからさ、うん、そうや、まあ、いろんなことあると思うけどさ、うん、まあ毎日怒ってたのがね、3日に1回とかだん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 減っていくだけで、まずはいいじゃんね、うん、そうそう、もうギャーってなりそうになったらちょっと深呼吸しようか、うん、ね、女子はね、うん、ということで皆さん、うん、はい、何なんだっていうまとまりもないところですが、自分がハッピー状態に持っていってね、なるべくね、うん、イライラを、周りにね、ぶつけないように、コントロールしていこう、うん、そうね、弱い子供に当たってはいけませんね、うん、ね、諭していこう、そういう時はね、うんうん、というテーマでございました。分かっとるわいという声が聞こえてきそうですけれども、いやでもね、こういうのって繰り返し聞いて、あ、また言われた、またこの話題来ちゃったって、いろんなところでプフッと見てね、することによって、あっていう、もう一歩一歩卵の、あの、うん、ゆで卵の薄皮を剥がすように、はい、怒らない自分になっていくっていう、うんうん、ことやと思うから、うん、あの手、はい、修行ですわ、この手でね、いろんなメッセージを受け取っていただいて、はい、もしこれを見る人がいたら、はい、あ、また来た、ね、今日明日は怒らないで行こうっていう感じで、うん、はい、思ってもらえたらいいかな、ね、修行でございます、はい、ね、はい、ハッピーで、自分がハッピーでいるっていうね、修行でございますので、ね、うん、はい、はい、ぜひとも皆さん共に頑張ってまいりましょう。そうね、はい、笑顔で子育てしていきましょう。はい、はい、ということでね、今日は叱る諭す、ね、そんな話でしたけども、はい、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、また次回の動画ね、お楽しみに。そして、はい、チャンネル登録、グッドボタンいただければ嬉しいです。コメント欄にもいつでもどうぞというところで、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次回、 See you!